さくともチャンネルです。今日はね、ハムステッドを散策してるんですけれども、ちょっとテクテク歩きながら、バブはね、アンテナがピピピってすぐ来るんですよね、僕の頭の中で。だからトモさんも安心。佐久間がパブを見つけてくれるみたいな。もうここね、すごい素敵なパブで、なんかハムステッドの中で結構有名なパブらしいんですよね、うん、ちょっと歴史までは調べてないんですけれども、あの歴史はね、パブでね、ビール飲みながら調べるのがまた楽しいんですよ。後ほどですね。後ほどね、ちょっとすごいですよね、こういう、だって住宅街だよ、ここ普通に。これでいきなり突然こんな大きなパブがあるんだもん。これね、足ここで止めろよって言ってるようなもんじゃない。でも住民の方たちが羨ましい限り、ちょっとフリーメイソンアームス行ってくるからみたいなね。すごい立派でもね、ここまで来るとあれなんですよね、ハムステッドヒースですよね。はい、ではちょっと散歩してみましょう。ええ、ハムステッドヒース55。ここはね、オンラインツアーじゃできない場所だったんで。なんでなんで、電波悪いの？電波が悪くて。ねえ、ほんと電波悪いところっていっぱいありますよね、うん、こうさ、なんか建物がいっぱい建ってるとこダメでしょ、広いとこダメでしょ。もう本当はね、あのリッチモンドパークとか地元のやりたかったんですよ、あの鹿が出てくるかもしれないんで、うん、ただね、動物相手は難しいですよね。本当に出てくるか分かんないし、電波も悪いし、公園は。いや、いいじゃないですか、こういうのは。まあ、あいにくの天気。まあね、ロンドンらしい天気。ロンドンらしい。これ突き抜けですか。はい、あ、じゃあ佐久間さん、中は広くてですね、はい、はっきり言って迷子になります。マジで？はい。なんで、ケンウッドハウスを目指して。あ、ケンウッドハウス。歩いてみてください。ええ。じゃあちょっとね、ノッティングヒルの恋人になったような気分で、ケンウッドハウス向けて。あ、すごい、行け行け。見えるか。ここ大きな池いくつかあるんですよね。はい。え、トモさん、知ってます？あのハムステッドヒースの池はなんか夏になると泳ぐ人たちがいるって。ああ、見たことあります。あ、本当？それってどこの池なんですか？僕どこだか分かんないですけど、もっと先ですか？その次の池ぐらいじゃなかったかな。そうなんだ。あ、結構男性女性分かれてたりとか。え、何それ？混浴じゃないの？混浴じゃない。混浴じゃないの？え、でも僕いつも見るんですけど、うん、水きれいじゃないですよね。絶対きれいじゃないと思う。だって泳いでる人の体が入ったら見えなくなっちゃいますもんね、水の濁った色で。犬もよく飛び込んでますしね。あらららら、犬だってね、ちょっと黄色んでおしっこしちゃってる可能性もあるじゃないですか、池の中で。そしたらそこで泳いでんでしょ。まあ根本的に僕には無理ですね。あ、そうそうそう、だって僕は金槌なんです。あ、そうなんですか。そう、泳げないの。浮き輪くれれば泳げますよ。じゃあ夏の企画が。あ、なんでもないです。え、なになになに、それちょっと。なんでもないです。無理難題は無理。なんかこんなでも聞いたことが。あ、そうでしたっけ。佐久間さん、道合ってますか。え、いや、そうか、俺が地図見なくちゃいけないですね。でもなんかこれ、このコース悪くないっすよね。悪くないと思います。悪くないけど、はい、ああこの池を越えたら、まあ、なるべく左行った方がいいですね。はい。じゃあ、あれです、コースを確認したので、これで間違いなく、ありがとうございます、たどり着けると思います。じゃあ30分以内に。30分以内に。そう、一応G 教授の話によると30分この道のりはかかると、はい、私の検索では。え、何それ、なんか書いてないかな。あ、滑りそう。遊泳禁止になってんだ今。
本当？本当だ。あ、5月から、うん、9月まで泳げるんですね。で、真ん中で泳げる場所が決まってんだ。あ、あそこだ。そうですね。あそこの部分で泳げるんだ。ブイがあるところから向こう側が泳げる場所ですね。絶対嫌だ。でもなんか風物詩的にやってますよね。そうそうそう、夏に来るといますね。ね、でいつもなんかハムステッドヒースで何スイミングやってますみたいな、うん、あのニュースが出たりもしますよね。夏が暑すぎてね。そう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 。あ、ここなんだ、あの有名な泳いでる場所は。そうですね。いや無理だって、お水来てないの。近くでハムステッドヒースで泳いでみた。じゃあお願い、浮き輪お願いします。浮き輪って売ってるのかな、こっちにあるよね。でね、あると思う。だ、大人が入れる浮き輪あるのかな。なんかね、こっちみたいですよ。はい、どうしたんだろう、あそこでみんなで固まって何が行われてんだろう。あれ、これ多分ね、 G 先生だとこっちに来いって言うんですよね。何やってるんでしょうね。ご年配の方たちが多いですね、うん、お、はい、いいですね。走ってる人もいるし。大丈夫ですか、迷子になってないですか、はい、迷子になってないと思います。多分僕の強い味方はこっちへ行けって言ってます。でもさ、昔は、昔っていう言い方もいいんですけど、僕たち若い頃はこんな携帯で地図なんて見れなかったじゃないですか。そうですね。だから本当にどうやって道探してたんでしょうね、うん、紙の地図を見てたんですかね。紙でしょうね。わしも、ね、某ガイドブックを持ってきて、うん、ねえ、うん、どんどん回った気がしますね。だってほら、ガイドブックの中だと本当に一定の場所しか地図って載ってないじゃないですか、うん、で、あとはもう本当広い範囲になっちゃったりとかするから、うん、昔は本当に場所を見つけるためだけにすごい労力を使ってたんでしょうね、きっとね。まあでも人間楽しちゃうとね、楽しかったですけどね。そうそうそう、ガイドブック見て歩くの道を覚えますよね、うん、全然ね。いや、もう運転もね、鍋使っちゃうから全然覚えない。そう、覚えられないですよ。おお、なんかちょっと小高いところに出てきた感じ。なんかこれ春とか夏とか、トムさんここを散歩したことあります？あります。やっぱなんか木が生い茂ってるとまたなんか全然、うん、いい感じじゃないですか、景色が。夏は暑いですね。夏暑いんだ、うん、ちょっと待って、この中を突き抜けていけってね、はい、僕の G 教授は申し上げてるんですよ。はい、ちょっと突き抜けていってみますか、はい、足元あんまり良くないかもしれないけど。あ、本当に良くない。長靴履いてこなきゃ。本当だよね、うん。あ、これちょっとひどいね。靴が汚くなりますよ。ええ、ちょっと葉っぱの上をなるべく歩くかな。こういうところを散策するときは重要ですよね。フットパス歩く上で重要なのは、うん、雨具を持ってくることと、汚れてもいい靴ですよね、はい、絶対。あ、いいな。でも天気良かったら最高かもしれないけど、うん、この天気でも全然、そうですね、なんか気持ちいい。あ、ねえ、あれ知ってる？あの鳥、あのマグパイって言うんですけど、はい、この鳥は必ずつがいでいるんですよ。ほう。で、必ずつがいでいるのに一匹しかいないじゃないですか今、はい、これね、不吉な知らせらしいですよ。ちょっと思いっきり取っちゃってるじゃないですか。どこ探してもいないもん。
マグパイ探してくださいえ、マグパイ探し諦めましょう。はい、面白いですよ。さっき言ってた女性だけのところですね、うん、ね、うん、混浴じゃないんですね、うん、女性だけ。でもこれ見たらね、なんかね、その季節によって泳いでいい場所が変わって、ウィンターシーズンは12度以下、うん、12度以上だったら OK ってことだったね。12度以上だとあそこの冬の期間はあそこで泳いでいいと。ああ、で5月から9月はあっちで泳ぎなさい。水温違うのかな、うん、足のつかないところに行った不安感っていうかね。ああ、怖いってことですね、うん、でちょっとそこで行き過ぎ間違えちゃってごっくんなって飲んじゃった時にはもうなんかちょっと半分パニックみたいになっちゃうんでだからプール遊びに行くじゃないですか、うん、プール行った時も基本的にはあの足のつくところもうね、このぐらいの年になってくるとね、駆け引きしなくなりますから、自分の危ないこと、危ないことに関して地に足をつけてね、生きていくということです。トモさん泳ぐでしょ。泳ぎます、ね。してる時にアナがちょっとねぐち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 っていうのが聞こえちゃって、そのまんま挨拶もせずに立ち去っていくっていうね、シーンが撮影されたのはここの広場ですね、はい。